苦手なイメージ。もう目苦手苦手。うん、苦手だね。私今でも苦手よ、本当に。みんな苦手なイメージ、3人とも、うん、まだマシになった方が、うん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 、まだマシになったぞ。いや、みんなすごくなってよ、本当に話が届かないそう、話届かないんですよね、うん、なんかね、外国にいるWi-Fi とか切れてるよね、あれ電波切れてるよねちょっとところとかちょっとでもあの子たちはね、なんだろう、だからもう親だよね、本当にステージ立つだけで尊いもん。そこまで来るとね、わかる。でも本人たちにはもう話せなくなってきました、なんかうまく距離の取り方がもうわからない難しいね。でも確かにバンジージャパンのフォームってやつを遅れたと思われる。お、うん、完璧だ。お茶ガブガブ飲みながらまたリンガーハットにいたりする。だってえ、そうなの、まだいるの。みんなリンちゃんをたし、なんかもうあれじゃん、たしなんでる。リンガーハットで、私も今度リンガーハット行こう。ちょっとね、リンガーハット行くとさ、食べちゃうからさ、ちょっとカツオチョはちょっとやめてた。やりたいな、やりたいよ。涙のいやー、もうできないからいないでいないでいちゃう、やばい、懐かしい。ダイヤル回せまだ好きだよってそれでいいんだっけ、たまに。うん、私は最初歌い出し。マリアだよ。マリア好きだよって。その後コマだったよね。やばい、もう全然違う。そこまで覚えて。マリアだったのか。なぜか声のちっちゃい二人が、俺の送った気運のロケットみたいな、すっごい難しいとこだったっていう。難しいとこだよ。そう。テレ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 みたいな。面白すぎなんだけど。いや、今日の配信貴重よ。いや、貴重貴重、マジで。もう一緒じゃない。たまにメイトでこういう配信あるよね。たまにしてるよ。たまーに、たまーにやってる。メンバーの話をする配信。そうそうそう。メイの話とかしたなんかね、みんなね、メイのこと怖いって言うじゃん。でも最初だけだよ、別に全然そう。いや、なんかファンの人にも言われないんだけどさ、思いのほかみんなが思ってるより私メンバーのこと誰よりも好きだよ。わかる。愛がなければできないこの仕事。愛しかないよ、うん、伝わらないんだけどどうしたらいいかな。今相談してる、うん、みんなに助けていや本当に伝わらないんですよ、そんなもんよ。伝わらないよ、そんなもんだよ。ちゃんとちゃんとわかるよ、とか、うん、後から、うん、からから、もう今から分かってほしいそれはちょっと難しいな、やっぱ時間がかけするものってあるから。今の足軽ジャパンの子たちはメイのこと多分めちゃくちゃ怖い人だと思ってるよそんなこと言って私も怖い子で思ってる。最後の最後に最後の最後に泣かしちゃったからね本当に。でも違うよ、あれは結構いいこと言ったんじゃん、きっと。それ目見てないからな。今まで見てたからな。でも、エコちゃん言ってたね、ちゃんとね。ちゃんと言ってたよ。怒ったけど。怒ってたけど。怒って、ちゃんと、そのあともちゃんと、慰めてやらないと。うん。でもね、もう厳しくするのは、しょうがないんです。なぜなら、これからのバンザイジャパンを担うのは、あの子たちだから。うん。頑張ってほしいんだよ。うん。愛愛愛手を込めて本当に言ってるの、うん、だからこそ伝わってほしいと思うし、なのに電波が届かない。何かもうちょっとずつ届いてるからね。あのね、最近ね、あの電波の合わせ方を覚えてきた。今エミノに入った、今エミノさん。さっきところどころこう何回も今アジサイアジサイみたいな。わかるわかる。まあ、こっちゃー一人一人ずつね。そう、あの子たちは話せば分かる子だからね、うん、そう、楽しいよ、あの子たちと一緒にいるの、うん、早く、今の目標は今の子たちを早く昇格させること本当にですね。早く昇格してほしい。私でもそういう思うと年々自分のことを考えなくなるね。そういうことばっかりってこと、周りのことばっか見てる、うん、それずっと最初からそうだよ、だってめっちゃ、うん、それに関してはすごいね言ってやってるじゃん。あの
いい意味でも悪い意味でも指摘されまくってます、うん、もう戻らないこれは、うん、性格上無理だね、うん、おせっかいさんだからね、おせっかいなのが分かんないけど、もともとはそうでもないんだけどね、もともとはすごいサボり魔だし、あの問題児部活とかほんとサボりまくってた、全然イメージされない、部活の問題児だった、私も人なんだけど、まあ結局ね人間嫌いだったけど今好きになれてるのすごいよ美味しい、それ美味しい、早かった、ねえ、うん、ね、そうだね、相手によって使い方変えてるかもしれない最近は、うん、いやでも私心配だよ、ファンの人には私はね怖がられてると思われてる、思ってるもん、ねえ、なんでのかな、え、だって大体初めて喋るやん、怖いと思ってましたよね、ほんと第1位、あ、そっか、そう、エサラアンケートによると、わかんない、なんでだろう、なんでだろうね、見た目目よりりんちゃんの方が怖いのに怖くないよ、なんでかな、でもヘラヘラいつもしてるからした、でも最近のコトチにはなんか怒り方が変わってるからさ、あ、そう、めいちゃんのね、んこの間はそうではなかったけど、うん、怒り方は変わってるんですよ年々、ね、修羅の時とかはもう本当にもう伝わらないから、自分の伝え方の語彙力もないし、伝える術が怒るしかなかったから、うん、あみたいなって言って、で成長していくごとに、あのまず話が届かない人なんで、話を聞かない子たちにまず出会う、話が話をができない子たちに出会うわけですね、まず話をこう通じない、もう本当に話を聞かない子たちに出会うわけですよ、でその子たちにわーって言いまくって、これじゃダメなんだっていうところまで来ました、そしてまず次ね、話が通じない子たちに出会うわけですよ話が通じないとこれはどうしようって、こんなの私の語彙力でわーって言っててもそれは通じない、じゃあどうしようって考えて、で次に出会ったのが話をしない子たちに出会うわけですよあの時でも私も結構迷ったよ、もうおっとってなりますよね、どうしようって思った、であれみたいな、うんみたいな、これはじゃあ言葉にしてはいけないんだっていうのとか、全員に言ってはいけないとか、一人一人に言うとか、なんかそういうことをまず覚え始めるんですね、そしたら次話が届かない形が出てきたんですよでも自分たちも本当に成長だと思う、なんか足軽ジャパン、でもね足軽ジャパンを教えてて私思うのは、足軽ジャパンの子たちはすごい感謝してくれるけど、私足軽ジャパンの子たちが10教えてもらったら私30のことをもらってるんですよ、うん、本当に勉強になる、マジで倍以上をもらってる、寝てた、おはよう、おはよう今何時、そう、めいちゃんに逆に私のこと嫌いですかって言われてびっくりした、いや私ずっと思ってる、いろんな人に私嫌われてるんだろうなって思いながら生きてるからさ、そんなことないよって物販で言いに来てちょっとそんなことないよめいちゃん、いやでも本当にずっと思ってる自信ないんだよ一番自分が、そうだよね、なんでだろうっていつも思いながら、ステージとか立ってる時はちゃんとしてるけど、思いのほか自信持ってないよね、うん、誰よりも自信なさそうだよね、うんうん、ほら喋れてないかもって言われて、そうショールーム見てくれたら大体変わるんだよね、イメージがバカバカっていう漢字読めないとかあるたまにステージポロッと出るけど、うん、出るねメンバーが降格してこちら昇格昇格あ昇格してみたいな、大事なステージでやるかするみたいなめちゃ違うそれ違うみたいな、たまにね、そう目が炎上してとかしちゃうから、あの時びっくりした、マジ私通じなかったもんそれ、ふみちゃんがすごいと思ったそういうこと言っちゃうからさ、嫌いじゃない、ありがとう、あとね感情が見えないからだと思う怖いっていうのは、あ泣かなかったからね、でも泣かないだけじゃないじゃん、でも泣かないし常にしっかりしてるっていうイメージはすごい強い、うんうん、し送ってるっていう、怒ってるっていう事実があるから、やっぱりありがとう行くとは確定してない、来れたらいいな待ってるよっていうのはあるかもね、うん、泣かないって決めたのは初めてのワンマンライブの時、へえ、
今みたいに、なんだろう、バンズジャパンの曲があるわけじゃなくて、うんうんうん、いやマジ本当どっかもう覚えてないけど、どっか知らん公園でさ、うん、通したもん、全通ししたもん公園で、っていうぐらい、なんか本当にめめしくてとか言ってた時、歌ったりとかしてた時があって、うん、でそういう時があった時に、そのウイジンっていうルイド K2、渋谷にあるルイド K2 っていう、本当その時の動員グループ目標は100人だったんですけど、その100人のなんか伝説の桜坂100人切りみたいないう、そのワンマンライブがあった時に、今とは違って全員が話せる時間があったの、一人一人、あったので、若い子たちから言ってくわけですよ、加入が。でその時に笹とかがお披露目だったのね。あ、そっか、美人でお披露目だったんだけど、その時にその今でいうニキって呼ばれてる子たちが喋ってて、うん、で今私の周りにいた子たちが喋ってて、で最後リーダーってなった時に、メンバー全員泣いてたんですよ、私の前まで。ああ、本当に全員泣いてて、うん、左上には負けっていう紙が巻いておくれというもうみんな中から本当伸びに伸びまくって、うん、いい時間だよ、めちゃめちゃいいエモタイムだよ本当にみんな泣いてて、本当にジュリアとか泣くと思わなかったもん、立ってピーンって泣いてて、ええみたいなもう本当にびっくりするぐらい全員が泣いてって、うん、自分の番になった時に初めてリーダーというものを意識した、自覚した瞬間だった、うん、ここで私が泣いたらダメになる、グダグダになるとか、そういうの思った時に素で宣言してたの、私は泣きませんって、うん、みんなの前で、うんうんうん、そこからだよ、ずっと泣かなかったの、へえ、何があっても泣かなかった、キャンドルで負けても、うん、本当に何があっても、アイドル祭りで負けてもマジで泣かなかった、すぐ泣いちゃう、みんなの前でマジで泣くのをやめた瞬間だった、うん、死なないかなと思ってたもん、ストレス、大丈夫大丈夫、マリアと舞台出てる時が一番下レベル、あれそれはさ、あれあれそれはね、もうマジで本当にね、ずっと、ね、あの時期ね、マリアと一緒にいたからとかじゃなくて、うん、舞台稽古とライブとあの配信イベントが ね、あれね、あったから寝れなくて、いや、わかる、いやでも本当にあのマジ自分がご飯を食べているのか寝ているのか何をしているのかがマジで把握できない時期だったで、そうかもね、今みたいに一緒に暮らしてるわけじゃないから、うん、話せる人もいないし、それだよね、まあ、いいね、なぜか知らないけどね、中学か高校の時の友達からたまたま電話かかってきて、うん、電話取った瞬間号泣したもんなぜか知らんけど、自分では気づいてないじゃん、その疲れてるっていう状況とか、気づかない、もう必死じゃん、あの舞台の時期って、うん、マジで必死だし、必死でメンバーにも会えないし、メンバーというよりか自分たちがバンズジャパンって見られることとか、うん、すごいあったからやばいと思って、すごいしっかりしなきゃっていうのがすごいあって、うん、ちゃんとしてたね、あの時は、うん、だってやばかったよね、やばかった、13時ぐらいからの稽古なのに朝の8時にさ集合駅に行って、うん、モスバーガーで配信してから行くみたいな、私も朝、でも朝、私もあの時期きつかったきつかったな、みんな大変だった、仕事、うん、仕事してたから、でなんかその配信イベントが終わって、ようやく終わったと思ったら次歌を覚えなきゃいけないみたいな、そう、ね、で本番が終わった3日後に2日後か3日後にはもう千人切りだったんだよ、 ね、そう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 、ね、そうめいちゃんと終わってから覚えようっつって曲聴くのやめたもんね、そうやめた、あの2人であの全部送られてきて、春夏秋冬の曲、うん、全部本当にあの春夏秋冬って送られてきて、メンバーもバンって出て送られてきたんですよ、この曲はこの子、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 うん、歌わりもボンみたいな、ボンだったね、初めてだったよね、歌わりちゃんとついたまま来たの、うん、初めてだったので、来たので、マリアと一緒に来たってなって、でパッて見て、マリアやめよう一回もうめいちゃんに助言をもらってやめたの、マリアこれはダメだ一回やめようっつって、覚えようとしてたのめっちゃ難しい、そう2人で2人でじゃあ覚えようっていうなんか時間があって、多分昼休憩みたいな時だよねじゃあ覚えようっつって
だから集中しようって言って押して一回聞いてマリアやめよこれは本番終わってからだっつってそうめいちゃんと本番終わってからだった、うん、だからあの舞台の唯一の救いはあの期間の唯一の救いは舞台期間中メンバーが出演してくれることだったそれそれああ行った行ったあれが一番嬉しかったし会えなかったもんね本当にマジで安心したねメンバーの中で舞台に出るっていうのも初だったじゃん、うん、あれがそうそうそうで最初に自分一人って聞いてたけどマリアが来てくれたから本当に安心したいやマリアはマジで申し訳なくって本当にでも初めてしかもさめいちゃんと、うん、なぜかバンザイジャパンに上がってひょっとでの私が舞台に立つってなってマジかって喋ったことなかったよねあんまりそうあの時だから本当にメイさんって感じだったずっとメイさんでもさ千人切りやるってなった時さ、うん、メイちゃんいないのこっちも大変だったよってなるじゃん、 なるじゃん今だったらそう思ってさいろいろやってくれるじゃんあの時ね誰も台本覚えてなかったの当日よかったよねびっくりしたやばいよメイも本番前ずっと台本持ってたからってメイちゃんが混乱してずっとこうやって手紙手紙手紙なんだっけみたいなあの時期ね本当にねすごかった本当に大変だったみんな大変だったよ結構だってなんか本当に配信のやめてでも結構みんな結構わーってなんですがでもね私あの時期があったから今何でも楽しいよあの時期一番きつかったっていうのは今になって思えるから人間何でもできるんだって思ってきつかったもうねマリアもうめいちゃんにはずっと謝りしかできないから私あと夏バンザイも最初すごかったな夏バンザイ、うん、でもなんかね一番最初泣くとかもできなかったんだよ多分しんどいことを分からなかったっていう時期あるじゃん多分それ舞台の時多分そうだったと思うけどさ、うん、辛かったそうそうそうなんか今になってみたらあ辛かったねって笑えるんだけど当時は生きてることに必死もう毎日が必死もう本当にこれをやって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 みたいなでなんかあの稽古行ったらアクション増えてるみたいな待ってめいちゃんのアクション待ってみたいなすごいね、あれめいちゃんアクション増えたもんね途中でめっちゃ増えたよねそうなんか踊るだけでいいまず楽曲を覚えるのも大変だったんだよ、うん、千人切りのために5曲覚えなきゃいけなかったのになんかあれみたいなこっちでも5曲ぐらい覚えるダンス全部つくみたいなあの時期はマジで大変なんであの時期だったんだろうって今でも思うでしかもなんかラップの曲があってめいちゃん全部ラップメイ全部ラップやんなきゃいけないみたいなだった、ね、ラップマジ全部覚えるみたいな、うん、もう本当にめいちゃんにお世話になりましたあの時はお世話しました今だったらもうちょっと支えられますいやでも手がかかるほどね可愛いって言いますよね今もね今言うけどマジで可愛くないね手がかかったな足のそういう意味ではヨンキちゃんは何だろう恥ずかしいすごい成長できた気ですね私がちょっと恥ずかしくてそれこそ今30とか言ってますけど本当に同じぐらいすごいね学ぶことがたくさんあった気だったこの子たちは私がね受け取るものが多かった気だった嬉しい嬉しいけど嬉しいけどちょっとね本当に、ね、全然自分ができなかったから、ね、そうだからもう今になって反省すること多いよねあの時にね、うん、できてないのは全然重々承知でいや本当にマジで重々承知だよちゃんとめっちゃ考えたもん、うん、誰がどこ歌うとかもさ、うん、今でこそさいろいろ見ながらこの子はここかなとか、うんうん、見せ方とかもさ、うんうん、分かってあげられるけどあの時期は本当にねピーピーピーってとりあえず踊れる子とかとりあえず歌える子置いとこうみたいな感じだった し、ね、しなんか正直言っていい、うん、あなたたちがまこ先生に怒られてる時私も怖かったんだからいや本当に怖かったよ、私は毎回レッスン行くのもどうしよう怖いって今日も怒られるのかなって思いながら言ってたよ今日は怒られませんようにってなるべくりんちゃんたちの代は話すようにした
お話をするようにしばしてた。してくれ、うん、でも唯一の関わりだったから、うん、あのバンザイジャパンと足軽ジャパンをつなぐ。そうね。そうだから今は結構さ、足軽ジャパンの、うん、バンザイジャパンのメンバーと結構話したりするけど、そうそうそう、あの時期ってバンザイジャパンの、ね、あ先輩だああみたいな感じだったから、そうそうそう、本当に喋れなくてっていう状況だったから、なるべくお話をしたりとか写真を一番撮るようにはしたりとかしてたけど、うん、なんかもうここまで来るとこう、もう私がなんか申し訳なくなっちゃって、今の子たちとはマジで写真を撮ってないです。今の子たちだってバンザイジャパンのメンバーと、ね、楽しそうだよ ねすごい。もう私は別に全然みんな喋れるけど、最初めっちゃ緊張してるのにね全然だもん、すごいすぐ慣れるのすごいと思って、コミュ力高って思って、今の子たちって感じすごいする、うんうんうん、でもなんかねもう愛おしいですよ、うん、本当にみんな伝わってるか分かんないけど、うん、マジで思う、伝わってねえんだろうなって思ってね、ちょっとたまにね、うん、あーっていうってなるけど、まあでもね伝わってないんだろうなって思いながら、なんかいつか分かる時が来るよって思いながら、そう来る来る来る、本当にあの時言ってた言葉があーってなって後から分かることってすごいあると思うから、まあそうね。だからたまにさ、なんか誕生日とかのメッセージでさ、うん、足軽ジャパンを見てきた子たちが、うん、メイさんに言われたあの言葉は忘れませんみたいな、うんうんうん、ごめん言った本人忘れてる、そう分かる何言ったっけっていうのがある、たまにある、それはそうでそういうのを見ると、あなんか意外とちゃんとあ伝わってるんだなと思ってね、もう思う、そうよ、多分私の言葉伝わってるのかな大丈夫、多分多分怒ってる時何言ってるか分かんないけどちゃんと標準語で怒ってるつもりなんだけど、言葉がいっぱい出てくるんだよね気持ちなくもう今の子も優しくして、じゃ優しくしてるんだよ、優しい優しいよ、めっちゃ優しいよ、えだって多分一番怒ったのこの子たちの代だもん、あゆちゃんとかの代だもん、そうね、それはそう、ずっと怒鳴り散らかしてたうん、っていう表現が正しいぐらいずっと怒ってた、うん、そんななんか叫んなよとか言うんじゃなくて、ちゃんとしてみたいな感じだった本当に、うん、っていうあの声、メイが叫んでる声がマジでレッスン上に毎回響き渡るぐらい伝えるというか、うん、ずっと言ってて、そうそう、言ってた言ってた言ってた、だからそこが初めて自分がすごいちゃんと任された場だったんだよね、うん、そうね、確かにまこ先生が見るっていう時間がなくなったんですよね、うちらまでだったね、まこ先生が見るの、たまに見るみたいになってきて、バンザイジャパンの大変だった、レッスン時間に私ね、うちも一応やってたけど、だってもう本当にいるだけだと思うの今日、そうだね、曲かけてくれる人みたいなそうそう、だってなんかさ違う、私はアシカルジャパンからバンザイジャパン昇格して、うん、なんか一人だけあれアシカルジャパンから抜けられないと思ってだったらじゃあ足軽ジャパンもやってみたいな、だってえ何すればいいのって思って、うん、何も分かんなかった時だったから、うん、頭抱えてる安原がいるって言っちゃうけどだって自分何できるんだろうと、メイさんすごい頭抱えてるみたいな、うん、自分何もできないやって思いながらあの時はちょっと、ね、今ではね怒る、めっちゃ怒るようになっちゃった、ね、すごいめっちゃ怒るじゃん、強くなってただ一つ言いたいのは、私怒るのマジで嫌いですよ。え、それはそう。でもみんなそうだよ、ストレスになっちゃうよ、本当に。いや、本当に。言うて、言うて怒らせてるメンバーなんですけどね。怒らせてたメンバーなんですけど。私もちょっと恥ずかしかった。かなり怒らせました。いや、分かった。そうだね。まこ先生に見てもらうレベルまで今上げるのが大事かな。うん、というよりかはもうとりあえず今本当に早く昇格するっていうのが目標。知ってほしい。この間のビニオン、おとといのビニオンまで。なんか途中で見てたんだけど、いやもう昇格してからこの子たちのパフォーマンス見ようと思って決めてやめた、うん、もういいやっつってそれはいい意味でもいい意味で、うん、いや大丈夫って言って、だから足軽ジャパンの子たちには言わないけどすごい感謝してますよ、うん、いろんなことを教えてくれる、教えてもらえる、本当に一人一人が教科書っていうかなんだろうね、うん、テキストだから言い方だけどね一人一人が本当に違うからさ、一人一人に合った方法とかがあるから、そういう意味ではやっぱ十人十色だし、教え方も
ね、この子にはこう言おうとか、じゃあこの子にはこうしようとか、まあ、大体叫んではいるんですけどできる子にはちゃんと言う、うん、で、 できない子がいた時はできない理由を考えるとか。でもそれがすごい楽しくなってきましたね。まあ、早く渡せるようにしないとね何そういう場所をさ、ずっといるわけじゃないから、やっぱり、そうね、ってなった時にやっぱり下を育てないと、そう、おいおいやめられないものはある、うん、そうだよ、お互いに成長できるいい関係だし、いやもうお互いとかじゃないよ、すごいと思う私は、あの子今入ってきてる子たちもみんなすごいと思うよ。だって加入してこんなに何曲もさね、ね、覚えてくるんだよ、すごい、うん、だって私たちの頃より全然もう曲数も断然に違うもんね。いやもちろん大変はさみんなあるけど、うん、でそんなの分かり合えないじゃないですか、うん、私が大変だったものは多分今いるメンバーの誰も分からない大変だけど、うん、なんですね、今まで今いるメンバーが体験してきた大変って逆に私は体験したことがないから、うん、すごいと思う。そうやって言ってくれるめいちゃんがいるからね、うちらだってこうやって、いや全然ですよ、いや本当にめいちゃんがいるからとか言ってくれるけど、誰がかけても今はないと思うし、その大切さは変わらないんじゃないかなと思います。入ってきた時期は関係なく、もちろんバンザイジャパンっていう土台を作ったのは私たちかもしれないけど、それは確かにそうかもしれないけど、でもじゃあ今があるのってそれだけなのかって問われるとそうでもないよっていう。美味しかった？美味しい、まあ、よかったいい感じに酔ってますねいい感じに、そう、顔赤いな、うん、そう顔赤い、ずっとでもね、なんかね、初期はレジェンドになりがちだけど大変なのは今の子たちだよ。いやみんな大変だよ、みんな、初期は初期の大変そうだし、でもそれを分かってあげられる初期ではないとダメだと思う私は。じゃないとこのグループは一生続かない、うん、常に一番上のメンバーは一番下を尊敬しなきゃいけないと思う、あの加入時期のね、うん、その子たちがいるからグループは続けられるんだから。本当にそう、絶対そうだよ。そうじゃないとグループなんてやってられないし、こんな5年間もやってられるグループじゃないと思う。私はそこだけは絶対に絶対に忘れないようにしようと思ってることの一つだよ、絶対。これはね譲れない、誰が何と言おうと無理、本当に全部飲みやがって去年が残した反感も全部飲んでるから、うん、これは絶対にそうだよ、どこのグループも言えることだと思う、うん、これはなんだろう、バンザイジャパンだけじゃないよ、でも、まあ、それぞれの、その気持ちがなくなった瞬間にグループは終わるよ。終わるわ、後輩は先輩に対しての感謝の気持ちも持たなくていいよ、もう自分たちの自由になってほしい、そう、ちゃんとお互いにこうね、お互いがね、人間だから大事だよね、本当に、本当に動物しか持てないものだし、もう素晴らしい子たちに育ってくれて嬉しいよ言うてもそんなね、だってこのグループ入って3歳経ってるからね、やめて、5歳だから5年もやると思わんかったわ私も3年経ってる、でも私ももうちょっとあれだけど、そ、うん、こんな続くと思わなかった、そう、こんな続くと思わなかった、いや思ってなかったよ、メイだってこんなに人が増えるとも思ってなかったすごいよね、ほんとね、思ってなかったし、こんなに続くグループだったなんて思ってなかったで、うちりちゃんはもう売れるって売れるって思って入ってきてくれたから、入ってきてくれたからね。でもその言葉を聞いた時に救われたもん、うん、初めてやってて、うん、私あの私にももちろん同期的な子はいたんですよ、でもいないんだけどね、
一人加入がずっと続いての初期だから、うんうんうん、全員、うん、そうね、一人ずつ、そうずっと一人一人一人ってで、もともと友達がいて、うん、いるじゃん、うんうん、で、そういうこと一時期マジで一緒にずっと行ってたんだけど、ライブ中無だったでずっと言ってた、ライブ行きたくないって。へえ、やばかったな、本当に。できない今。初めてだった。動員ゼロやっぱ強い、すごかった。あ、動員ゼロと、ね、覚えてるよ、渋谷のライブで初めてまこ先生が見に来てくれた時に、うん、たまたま一人メンバーが急遽休んじゃって、今でこそさ対応はできるけど、ね、今ね、そうそうそう、4人が3人になっちゃって、うんうん、死ぬかと思ったよね、マジでボロボロで。私がジャパンの頃それやられたらマジ無理だもん。そうだもんね、ライブがマジでボロボロになっちゃって、でもまこ先生に見られてる恐怖とか、うんあるね、わかるあったけど、一番きつかったのはお客さんがさ、こう柵に対してさ前にいるじゃん、うん、ゼロなの、うん、フロアの壁にお客さんがいっぱいいて全員携帯いじってるの。あの光景が本当に忘れらんない、一生忘れらんないと思う、あれは。それ絶対あったら忘れない。めいちゃんにほら特典会の1時間が本当にね、死ぬ、しか、あの地獄かと思った。めいちゃんにさ、シガルジャパンやってる時にさ、うん、お客さんがいつでもいてくれるありがたさを分かるよって言って、確かにって思ったんだけど、そのことはめっちゃ忘れない、ずっと。あ、そう、こいつ決まったんだよって、そうそうそう、幸せなことなんだよっていうのは絶対忘れない、あの言葉。そう、それは本当にあの時の光景がなかったら思えなかったねマジでしんどかったもん、うん、いやそう、私たちは経験したことないけど、吐くかと思った、うん、ステージ上で、うん、本当に全員ね笑えないの、マジで、うん、笑顔を届けるとか言ってらんないの早くこの15分が終われとしか思えなかった時期がありましたね。今でこそライブは楽しいし、何かを届けようとかそっちまで意識はいくけど、本当にダメだった、うん、ね。そんなね、余裕すらなくなるってあるんだよね。あるあるある、あるよあれ本当に怖かったもん。分かんない、いや、まあ、そうね、確かに。そういう意味でいくと東京キャンドルとかのとか、千人切りの幕降りた瞬間とか忘れられない。ゼロを知ってるから、いや、むしろマイナスを知ってるからね、うん、今の子たちはそれはでも経験できないからさ、ね、そうね、言うしかないじゃん。恵まれてると思うでも、いや、聞いて、あ、確かにって思うし、なんかさ、こう機会がないとさ、そういうの知らないだろうし、やっぱね。でもあの子たちの大変なところはね、求められてるレベルが最初より全然高いってことだよ。やばいやばい、わかる。あの子たちの求められてることは多分ね、すごいことだ。私あの時に絶対やめても無理だもん。私やめてると思う、絶対。逆に今入ったら、あ、そう、あ、無理だなって、うん、無理だったと思う。無理って、わかんない、もう無理無理無理。だってあの時だってここまで優しくしてもらってたから、うん、いっぱい怒られたけど、うん、違うんだよね、なんかね。そういうことじゃないんだよ。そう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 、求められてるレベルがまだ先輩たちについてきてのレベルじゃん、うん、そう、今基準を上げての方じゃん。そこがちょっと私たちには難しいかなになっちゃう気がする、うん、重圧に分けそう、その先輩たちの期待、うんうん、いやだってもう足軽ジャパンのライブ見るとき違うもん、視点が。同じメンバーとして見てないもん、マジで教え子として見てるから。うん、めいちゃんも先生だよ、今。もう娘みたいな。起きろ。まだ、まだ、何時？まだね、2時になってない。1時よ、ね、早寝なさい。絶対寝ないよ、これ。あゆちゃん、絶対起きてるよ。絶対起きてる。最初からそれはちょっと思ってた。ずっと思ってた。ずっとガタガタ言っても。今日はね、これぐらいのゴキブリも出たことで言わんくてあれ、もういないの？え、もう捨てた？サクシュルした。あとに入ってんの？うん、やだな、明日捨てる。やだね、ゴキブリだ。出るよ、お家だもん。
出るとは思ってたこの家、うん、あ、それにしようがない。前の家出なかったんだよね。メイ、私も今までお家で出たことない。ないない。でもなんかもうそこの外がね、出ちゃうんだもん。虫いっぱいいるから、あー、うん、いるなこれはって思った。どっからとかじゃなくて、うん、自分の家がとかじゃなくて、この一帯にいるよね。いるよ。あー起きて絶対出ないと思った。なんで、そこじゃん。私は出ようと思えばすぐ出れるよ。顔描いて楽しそう。あいちゃん楽しそう。食べかけのお菓子とかはしっかり片付けましょう。え、もういない。いないよ。わかんない。さっきする人じゃん。私あの連れがいるかもしんない。連れ、あ、違う、連れがいるかも。連れはやめよう、マジで。やだやだ、友達っつって、僕友達っつって。それは困る。やだ、その楽しいよ。仲間は大事ってね、バンズジャパンでも教えてるから。いや、そういう仲間はいらないかな。そんな仲間はいらない。おじいちゃんはね、ちょっと軽く出来上がってますけど。軽く出来上がってるけど、出来上がっても意外といつも必要だよ。酒飲まないから分かんない。その服が分かんない。いや本当貴重でいい放送だったって。いやめっちゃ貴重だよ。私だってこんな喋んないもん。こんな喋んないって言ったらおかしいけど、いやなんか小顔感じで喋らんし。あ、でもめこまちゃんはすごいなと思った。何が出会った時。どういうことで。挨拶をすごいちゃんとしてる子だった。それ本当に思う。それを見た時にちゃんとしようと思った。自分もちゃんとしようって思ったよね。いやすごかった。コマちゃんはそういうところ尊敬できる。なんかさ、別の会場とかでさ、違う人知らない人とかの挨拶するんだよ。ただいまコマです、よろしくお願いしますみたいな。違う違う違う、コマ乗ってきてっつって。でもどうもっつって。難しいと思って。難しいね。リンとも数日進行はないし、リンちゃんはね、うん、3つ缶を開けてますよ。3つ缶あげる。まだ1枚あるけど。あやちゃん全部飲んじゃったよ。眠くないの。眠くないんですよ。なんか明日後悔するよ。絶対寝ないと思うよ。いつも寝てない。どうした。違うですよ、いつも寝飲んでないから。エクアリムシーピンクよ。チークです。チークです。どうですか、私のことずっと 目すら合わせてくれなかったのに。今ではこんな感じですよ。メイさん、メイさんと目が合わせられないって言ってた。あゆちゃんが懐かしい。ほんと噛むくんの。え、だからほら一気にそこで寝るから起きれなくなって、ね、ギリギリに起きちゃうことになるから。それ顔むくみよ。かわいいあゆちゃんはどこに行ったんだろう。でもあと1時間しかない。時間でも寝ると寝ない違うよ。目つぶっとき。分かった。お母さんいっぱい。めいちゃん、めいさんとは目が合わせられないって言ってた。あゆちゃんはどこに行ったんだろう。懐かしい。そのあゆちゃんおいで。いや、あの無理です。見てた言ってた。あゆちゃんはどこに行ったんだろう。遠い遠い目。戻ってきてくんねえかな。一日だけでもいいから。めいちゃん。だから、ね、最近は力強いもんね。本当力強い。本当にね、私の顔ビンタしてきたからこの間。違います、めいちゃんが悪い。本当はだって絶対自分悪いって言わないよね。あの子本当に反抗期なんですよ。本当にうちの子は、まあ、甘やかしてるのは誰だって言われたら私としか答えられない。それはちょっとある。そう、全力甘やかしてるから、ね。なんだろう、あゆみとか、なんだろう、しおりって甘やかしちゃうんだよ。わかるわかるわかる、それはそう。いっちゃうね、はいはいって言っとけばいい。推しだから、推しだから甘やかせたりはしないの。推しに対してはね、常に推しは正義なんだけど、絶対できるよっていう、なんだろう、挑戦させたい心があるからさ、うん、あんまり過保護にはならないんだけど、うん、もう妹だからさ。あゆちゃんの身に何かが起きたらもう私生きていけないと思う、うん、大丈夫だって思っちゃう。そう、ほんと心配。心配はそう。いや心配なんですよ。そう、なんかね、自分のこと好きって言ってくれるとさ、そういう対象になりやすいじゃないですか。わかる。うん、忘れそう。すごい慕ってくれると嬉しいじゃん、うん、そういう意味ではね、まいかちゃんがね。いやー、まあ、最近ね
すごい慕ってくれるんですよ、うんうん、あとマコもね。そうね、マコはまだめっちゃ舐められてるから。舐められてる。舐められてる、めちゃくちゃ。絶対嘘だよ。本当に本当に本当に。甘やかし隊入ろう、みんなで。はるかは甘やかし隊に入ろう。あゆちゃんは無限に可愛がるんだよ。ガチ恋チャレンジ、ガチ恋チャレンジ。言いたいことがあるんだよ。バンダイジャパンのね、あれ、コーディネートというフューチャーがないと、ガチ恋打てないですからね。ガチ恋、あれだけだからね。確かに、そうだ。珍しいにガチ恋曲が1曲しかないって。いっちゃんは物販の時とか足軽ジャパンちゃんの面倒よく見てる。いつきはね、喋れるようになってほしい。前よりはね、あ、バカでもいいんです。だって私もバカだから。じゃなくて、語彙力とかまとまったことは言えちゃう。そういうのをとかじゃなくて、お話ができるようになってほしいかな。マイマイは任せろ。マイカちゃんやべえ、気に入った。マイカちゃん可愛いんですよ。可愛い、ね、そう、マイカとね、マコがリスペクトしてくれてるんですよね。なんでか知らないけど。でも自分のこと好きってよく分からんやん。未だに分からん、うん、なんで好きでいてくれてるんだろうって思ってる。レイちゃん、うん、やっぱりレイちゃんにはね、私もでも結構いろいろ教えてもらってることあるから、でもなんかあの子たちの好きって強くない？愛ちゃんの好きとか、わかる？なんかね、何なんだろう、わかる？この感じわかる？うん、だからなるん時も思ってたけどさ、なんで私なのっていう子が私を好きになるがち。ああ、わかるわかる。リンとかがまだメイさんのパフォーマンスを真似したいとか言うならわかるんですよ。うんうんうん、まだわかるんですよ。違うんだよね、なんかね、ラブラブなんだよ。なんかね、メイのチェキとかもらうってすごい喜ぶの。それが本当に理解できない。でも大体さ、ああいう子じゃん、わかる？わかるよ。好きなの。あのね、うん、すごいよ、本当に。ちょっとキュッてするだけで、はっ、ってなるからね。ああいう風になりたいってやっぱ思うんじゃないですか。もう愛ちゃんはこうやってやってきたら、姉ちゃん、バーンってくるね、最近、本当に。すごいよね。姉ちゃん、ダメ？ジャイって言われるから最近。かわいいね。かわいい。あゆちゃんはかわいい。甘やかしちゃう。やっぱ一緒に住むと甘やかしちゃうよ。しゃあないねってなるよね。ダメなのダメですけどね。ダメはダメだよ。さっきこのワンちゃんならいいよって言っといた。え？これくらいのちっちゃいワンちゃん。ポイントティーカップルドル。でも、でも飼い主が撮ってるやつ、この子じゃないとダメって言っといた。あ、この子ならいいよ、連れてきてっつって。会えましたって言ってた。ダメなのダメだから。かわいい、好き、ありがとう、そういうエピソードもっとちょうだい。あゆちゃん、でもあゆちゃん本当に目を合わせてくれなかった初期。え、でも全然本当にそう。本当そうだよね。目合ってなかった。めいちゃんの全然見えてるから。マジ目あったら顔赤くなってたもん。うんうん、分かったよね。マジ好き。懐かしい。ラブだったよね、あれは。ラブでした。でも未だにね、そのマイカとかが好きって言うじゃん。たまに言ってくるもん、二人きりの時に。そうやって、めいさんはそうやって好きって言うのに行くんだみたいな。私だけが妹じゃないんだってすごい嫉妬してくるから、妹は愛ちゃんだけだよって言ったら、じゃあいいっていう。可愛いよね、それ可愛い。そういうとこはね、すごい可愛いんですよ。そういうとこはって言う。そういうとこは最近すぐ生意気なんで、生意気クソガキなんで。いや本当にクソガキですよ。クソガキだよね本当に。いや。マジで、ね、成長してる。前のカナブンに関しては未だにびっくりしてるもん。配信してて寝てて自分の配信聞いてて、いや私マジであれ起こされたからね、マジで普段起きないのに私が起きたのよ。メイなんて LINE ライブしてて、うん、こうやって配信してんじゃん、びっくりしすぎて配信消したからね、プチッと、電源消しちゃって、ああみたいな、みたいな、ゴキブリ出てたもん最初。
でもゴキブリなら仕方ないかって思ったら違ったんだっていう。頼むんかよ。これぐらいの、これぐらいの辛さ。それこんな今日のこれぐらいのゴキブリならいいよまだ。まだそのこれならあしょうがないねっつって。こんぐらいにしようだって。やってあげるよって言って。これくらいの金分だよ、これくらいの。ちょ無理出して自分で。ちょっとね、本当にマジで、あの時はね、イライラが。めっちゃ怒ってた。でも本当に、もうちょっと申し訳なかったよ、あそこまでイライラ出しちゃったの。ただ寝起きだったから、どうしようもないと思って。あれは本当にびっくりした。目でもびっくりしたの。なんかあやちゃんの驚きって驚きに驚いちゃうんですよね。3人で帰ってきてもさ、枯葉が落ちた音に驚くあやちゃんの声で2人が、おおおあやちゃん寝なさい、ツイートして寝てないって言われてる。あやちゃんが寝るまで起きてよ、あやちゃんお見送りしよう。私の方が寝るよ絶対。もうりんちゃん顔真っ赤だもん。マリアどこで寝んの今日。うん、私どうしようと思ってる。ここで前回寝たけど。うん、それ出す？何でもいいよ。でもあれだよね、上から着るものがないと寒いよね。絶対寒いと。持ってきてる。ええ？前回の教訓を得て。寒かった。いや違う、この家寒いんだよ。うん。下出したか。ちゃんとあの遠征時に使う毛布持ってきて。これがあるから意外と暖かいと思うけど。ハードケース。前回はなかった。いつも何かしてるっけ、忘れちゃった。もうこんなんしかないよ、トルケットしかない。いい、全然めちゃくちゃ嬉しい、ありがとう。そのシュネピーちゃんは枕に使って。ありがとう、朝まで寝てやるぜ。やっぱり起きてそう。最悪昼まで起きてても大丈夫。普通に寝てるよ。普通に明日一回帰るの。帰んない。帰んないでしょ。このまま行く。だからどうしようかなと思って前から。ねえ、そのコマのさ、まだやってるよ。ケイトのさ、あのバック注射めっちゃ面白くない？あ、これね、残念ながらね、全部何も身のない話しかしてない。バック注射本当にそれ大好きすぎてやばい。でもいい3人だったよ本当に。うちら、うん、うん、やめて泣いちゃうよ。そう、なんか3匹の子豚みたいな。なんか養子とかじゃなくて、なんだろう、長男、次男、三男みたいな。え、誰がどこなの。上の子、下の子みたいな。上がだいたいコマで、真ん中マリアの下が志田みたいな感じ。わかる、あの、役職的には。役職的になんかわかる、わかるわかる。ちゃんとしてるのがだいたい一番下じゃん、うん、っていう感じの感じがすごい好きだったよ。私すごいみんな仲良くて楽しかったなって思い出しかないんだから。結構三人ででもまあ3人というか、でもやっぱ2人の方が気持ち強いかな。足軽ジャパンどっちかっていうとベクトルが面白かったんだよね、この3人は。なんかマリアはもうキリン好き、コマ好きって感じで、コマはなんかそれを、うん、私も好きだよみたいな。で時々リンちゃんってなったりするのに、シダははいって感じなのがすごい好きだったの。一生受け取ってもらえない私は。はい、なのでひまわりに対してとか、ひまでも大好きだからひまわりちゃーみたいな。だからもう絶対にこっちのベクトルがこんなに向くことはないところがすごい好きだった。うわー、こいつら不憫だなって思いながら見てた。こっち大ちゃん大ちゃん、みんな好き、みんな好き。でもなんか今日バンジージャパンの時に、最後のポーズの時に横見たら3人が笑ってて、あーよかったと思って。すごいなんだろう、送り出す気持ちっていうのはすごいしんどいなと思った。だって教えてた子たちだよ。まあね、でも2年違うんだからだって、うん、2年先輩より先に行くなよ。いやもう年上だから。まあそれはね、そういうことで言うと私あと何人見送るんだってなるからやめて。やだー、それ考えると本当に。いやね、私はね、そうですね、30までは無理だな。30は無理だと思う。ちょっと無理だね。バンザイジャパンの運動量ができる自信がない、30の時点で。30はやばいよね。でももうなんかもともとは違うことをやろうと思いながら生きてたけど、最近はもうバンザイジャパンが最後かなと思ってる、ステージ関係は。うん、ステージ関係でも最初
最初最後じゃない。もともと舞台とかしてたし、いろいろとかやってたけど、なんか思いのほかバンザイジャパンが好きになっていたから、多分バンザイジャパンが芸能関係で表舞台に立つのは最後だと思う。バンザイジャパンが多分最後、本当に皆さんに会える最後かなと今のところは思っておりますよまた違う形でね会う方あるかもしれないけど、客席にいるかもしれないから、いっちゃんいっちゃん推しでいつ機会は作っといてよ、ね、TO やるんで全力 TO やるんで毎日ノート書こう、いっちゃん今日はここがダメだったよいっちゃん今日カノン間違えてた、いっちゃん今日カノン間違えてたねっていっちゃん MC の間あれいらないってそう、私いつき推しなんで、セリフになっちゃう、めいちゃんが子さん踊る。でもいつきにはあんま言わないよ、でもいっちゃん推しだよってあんま言ってないよ、めいちゃんもいっちゃんのお宅になったらガチな子さん踊るよねえ、なんで言わないかっていうと、私の存在は知らなくていい、わかる、推しは活動のことだけを考えててほしい、わかる、輝く未来を見てたいから、そのなんか厄介歌のこと知りませんよ、正直なこと言うと、正直そういう指摘とかも絶対やんない、自分の推しに対しては。え、推しは別に太っても痩せても何をしても思うことはあれど、でも絶対に推しが正義なんですよ、だから推しが正義、そう、絶対に指摘とかしちゃいけないと思う、それはそう、しないしない、絶対にそう、今日のあれ何々だったとか絶対はないもん、ただ可愛かったで終わる、もし言われたら言うけどね、あ、そうそう、何々これどうだったって言われたら確かに言うかも、ね、ちゃんと言葉にして返しはするけど、指摘を、うん、そうだね、私の理論はしない、安原パイセンオタクの参考になります、絶対そういいよ、絶対そうだよね、え愛ちゃんあんたストーリーで作らないの、めいちゃんに怒られてるって本当もう悪ガキが、あ、もう早い寝なさいっていう話ですよ、本当にあの子朝早いんだから、明日新潟行くんですよ、しっかりしてほしい、心配だ、神田明神ホール来てほしいな、みんな明日、今日そのために配信してるんだから、来てっていうので配信してる、19時50分から、明日こう神田明神ホール誰いるの、上から行くね、メイ、ジュリア、リマ、島田、いつき、マリア、本当にごめん、本当にごめん、マリア、ユーミー、ユーミーないわ、あ、いるわ、ユーミー、クー、サヤ、エミの、スズネ、11人、メイ、ジュリア、リマ、マリア、いつき、島田、ユーミ、クー、サヤ、エミのスズネの11人、明日お昼頃に起きるはず、来てほしい、明日神田明神ホール、新しいバンザイジャパンの1歩目、会いに来てほしい、めちゃくちゃりんちゃんが行ってって言ってる、間に合えば見れるかな、19時50分からバンザイジャパン、行ける、お仕事明日、他現場いっぱい来るくん、どうなんだろう、今 SR 予約マジです、もう本当にもう情けない自分が、3現場回すんだった、すごくない、やば、どうやって回してるのか教えてほしいもん、すごいよね、もう回せて2現場だった、りんちゃん一緒に行こう、だって誰がみけんさん一日自宅ケーブルの、明日お洗濯物しなきゃいけない、お洗濯物しなきゃいけない、お洗濯物しなきゃいけない、お洗濯物、カラフル衣装出しとこう、2日連続バンザイジャパン楽しみ、
明日セットリスト何だったっけって感じなんだけど、多分私は、ね、私はどこ何でセットリストは知ってるはずなのに忘れちゃった。大変だったんだよこれも朝から箱入って目当て終わったらすぐ出るっていう不合の遊び、あもうお目当てしか見ないみたいなやつだ。いいね、なんか楽しそうそういうのやってみたい。一週間のお仕事する元気をもらいに行きます。パワーをじゃあ送ります。これか、それそれそれ。だから気になるメンバーがいたらメイのとこに話聞きに来てよ、この子はこういう子だよっていう、本当永遠に見てるみんな可愛い、話をするよ。全然東京モーターショーとか行くんやけどね。やって東京モーターショーってどこでやってるんやったっけ。どこだったっけ、どこやったっけ。幕張メッセ、え、すごい、え、本当にわかんない、嘘ついたかもしれない。幕張メッセとかじゃなかったかなと思って。そういうなんか大きい採点場っていうのだけは覚えてるけど。館林さんこんばんは、初見です、こんばんは。めっちゃ可愛い、これ館林、ね、さっき館林の話してたよね、うん、そう多分名前で次館林さんが来たよ、配信で。リビングがめっちゃ散らかってるので片付けしなきゃ、失敗した印刷物とか。あ、ビッグサイトだって。あ、ビッグサイトか。国際展示場、全然普通に分かりやすいです。モーターショー、かっこよ。これの最吉の最初何拾ってんの、なんだっけ、舞台の希望だよ、希望、希望だよ、これからの未来への未来への光を希望拾ってること。あ、それ絶対嘘ついた、ほらあまり信じちゃうから本当に。え、それ本当に拾ってんの。うん、今拾ってる、なんか舞台でなんか変えた、そう舞台、舞台の時にこんなか拾って、ピーピー、いやそれじゃないじゃないやつ、あの舞台の名前本当に覚えられない。BPMD。ほらも一生覚えられない。すごいショートパンツが短かったなってことしか覚えてない。ポテルパー M だからミュージックなんだっけ。見に行ったけどねちゃんと。ダンスバトル。ちゃんと見に行ったよ。ビッグサイトか、ビッグサイトでライブしてみたいな。なんかそういう大きい会場ってなんか。テンション上がるよね。行けたら行くね、ちゃんと言いたいし、来てほしい明日。行って、りんちゃんがガチみんな行って待ってるよ。いや一歩目だから、明日が記念すべき一歩目。なんかうん、ね、いいよ、オープニングでしょ。オープニングはさ、みんなの検証ところどころに入るじゃん、うん、めっちゃいいよね。いやめっちゃこだわって作ってもらってるからこそ、ブレイズで見たかった。そう、ブレイズで見たかった。いやマジ赤レニー、赤羽レニーでさ、ブレイズでドーンって出てるの見てちょっと笑ったもん。ブレイズってえーみたいな。いやなんかそれを背負ってやるんだって思って、うん、ね、まあ、次できるか、新しいの頑張んなきゃなって思いました、うん、日曜日は新潟です。明日新潟か。ルサーラは神田明神組なんだ。明日の神田明神ホール前売り一般が買えなかったって人が、そう明日ね、なんかすごい買えんかったっていう人が多くてびっくりしてる。その髪型昔の人に言ったような、私もやってた、こうやって卑弥呼、違うな、弥生時代にいるよね、これたまにやってましたよね、この髪の毛。明日の髪の毛は決まってないです。今日はもうただただりんちゃんのリクエスト。土曜日の23時59分までだったもん。あ、そうなんや。期限はちゃんと、なんかね、ずっとツイートはしてたんだけど、あの、大抵出るまでとかね、言ってたんだけど。今日のね、メイクがめちゃくちゃ好き、自分の中で。薄くて。濃いめの方が好きって言われるんだけど、メンバーには薄い方が好きなんだよね。明日微妙か、川内さん来れなさそう。来しちやん、先に寝ちゃう。帰りの電車でチケット買ってよかった、間に合ってよかった。メイさんの薄めメイク好き。本当？そう、今日薄め、ライブにしては薄め。うん、確かに濃い方が良かった。うん、茶髪が良かった。茶髪が良かった。茶髪が良かったって。茶髪っていう部分だけ聞かないようにしてたんですよ。何がいいって覚えてる？
何が髪型何がいいって聞いた日。茶髪ツインテール巻き。茶髪ツインテール巻きくる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 って言われて。ん？私髪型を聞いてるんですよね。色じゃなくて髪型を聞いたんですけど、おかしいなと思ってとりあえず聞かなかったことにしてツインテールのくるくるはした。そう茶髪って言われて特権買えばいいんだよね。そうそうそう。もしこれそうやったらフォームから。フォームの方のご予約もこちらからって言いたいけど打てないんだよね。これコメントも打ってたらいいんだけど。あと前髪の長さが今が一番いい。短くて前髪短い方がいいんだ個人的には。顔に光が入るから。ナポちゃんずっと配信してるよ。やばいね。マリアがねすごい昔のバブルに出てきそうな髪型して髪型ソバージュみたいな感じ。ソバージュみたいになってる。今日三つ編みしてたからくるくるくるってなって。パッツン良きでしょ。茶髪良かったわ。シダ分かってる。だってみんな茶髪がいいって言うけど黒髪がいいっていう人もいるんだから。食べたらいいじゃん。はい、ボイボイちゃん寝たら、いいじゃん。髪焼きしてんでね、お化粧としてで結構ちゃんと酔っ払ってる。なんか今見たら意外と顔が赤いなと思った。うん、赤い。コンタクト外して化粧落として。でもコンタクト外してる。外してる。化粧落として。化粧落としてる。じゃあ歯磨きして寝な。あ、おいしい。化粧いつの間に落とした。え、ここにくっつけて、うん、目の話したら化粧落とすっつって。うっそ、気づかなかった。え、じゃあさっきの配信化粧落としてやってた。ん、私めいちゃんの時に言った時はもう話してたよ。あ、めいちゃんの終わった。あ、帰ってきたっけ。そうそうそう。あ、お風呂入ってネイブになって帰ってきた。なんで。おやすみナポちゃん。おやすみ。また来てね。爪がいい感じに黒とピンク。ここの色はなんかよくわかんない、セメント固めたみたいな色してる。セレンに行きたかったってハックンが。ハック結構好きだから。それでずっと聞いてた。知ってた。そう、本人に伝えなかったけど。伝えられることなかったね。うん、言いたいのに行かなかった。女子かよ。女子だよ。シレネ行きたかった。来てほしかったな。前売りが手数料込みで3300円なので当日と200円しか変わらないのをアピールしておきましょう。そうなんですよ。明日はですね、当日とね、別に200円でも200円大事なんだよな。1円玉が200枚で考えるとすごいけどね。でもあんまり変わらないので、もしよかったら来てください。19時50分から神田明神ホールですよ。なんと江戸っ子までたかったな。どっこスタジオ行きたかった。世界で一番愛してるよ。ありがとう兄やん。ごめん、途切れ途切れで何言ってんのか聞こえなかったんだけど。何言ってた。だってハッキング。もういいや、大丈夫。泣いちゃう、リンちゃんが。ハッキング、リンちゃんのお気に入りだった。今で言うけどね。そう、じゃあラブとかじゃなくて、ただただお気に入りだったよね。なんか推しだったよね。ハックン推しだった。かわめいちゃん、ありがとう。かわいちさん、ね、メンバーの中でファンの人の話をよくする、うん、どうせ僕はマスコットですよ。だってねえ、そんなことないよ。どっちがアイドルか分からん。この間の別班のめいちゃんの顔忘れられません。顔してた。ちょっと待って、押されたいわ。だって
ユサラは牛弁はね、女の子がいい女の子が、あれっての推し面の方が多いから、ファンの人で推し面っていう感じは目はないかもしれない。あんまりあんまりそういう話ないよね、うんうん、なんでなんだろう、ファンはファンっていう、ファンはファンだけど、ファンっていう人なんだよな。そういうところで多分人付き合いが押してこなかったところが出るんだろうなって感じ。しおちゃんも楽屋でうるさいって本人から話された。どういうこと？そうそうそう、しだいずって言ってた、話したいとか言ってて、なんかお話ししてみたいとか言ってた。たまにメイクハックンとお話してるから。服装がおしゃれだよね。ね、いつも思ってる。もうつけてもないなっていうのをいろんな人って見てるよ。この人はこれっていうのが結構いろいろある。自分のファンの人にもある、うんうんうん、この人はこの話をするのが楽しいとか、うん、この人はこれがすごいなとか、いろいろ分析してる、分析なんだろう、認識してるところはメイはあるかもしれない。カテゴリー分けはしてるかも。この人はお話してる人、この人は話を聞きたい人とか。恐縮ですなんてよかったね、念願。ちゃんと気持ち伝わった。りんちゃん酔ってるんで。そりゃそう、りんちゃん今お酒で酔ってるんで。お酒で酔ってるんで、もう一回開けるかちょっと今迷ってる。マジで？だから今日しかできないから。そう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 、確かにそっか。明日からもちゃんとやる。うん、開けちゃえ開けちゃえ。飲まないくせに全く付き合わないくせに口だけ言うからね。明日の神田明神ホールはメンバー11人で立つ新しいバンザイジャパンになってから初めてのライブです。じゃあ安原の見どころをどうぞ。明日の、明日の、うん、ちょっと待って、明日のフォームしてみるわ。明日の安原との、安原の見どころを今からりんちゃんが言ってくれます。明日の目標誰だ？明日以降もう SNS はやるの？うん、 SNS 4日までやる。うん、5日までやる。4日までかな。4日までして、皆さん分かんない。でも落ち着いて、アカウント消えるのかな。え、アカウントの、いや今までのメンバーもずっと残ってるから、残ってるから、次の長崎が来た時に、ね、そうそうそう、来たら私のアカウント引き継ぐと思う。この人めっちゃ足足言ってるよって言われるよ。4日までだそうです。よかったね。自撮り減りそう。できないか、できない。自撮り減りそう。それが私、うん、自撮り今までちょっといっぱい残、思い出ツイートしてたいね。で最後はやっぱ涙のリクエスト踊ってみたとか。やだ、それはごめんなさい。明日、ね、ありがとうだって。明日のめいちゃん、明日の安原の見どころは、どうだろう。でも安原珍しいフォーメーションに入ることないんだよ。そうなんだよね、なかなかね、ないよね。確かにシンポジという類をしないもんだって、うん、いつも通りっちゃいつも通りだけど。背取りバレずに見どころ話すのは難しくないって言われた。いつも通り、いつも通りだけど。いや、ダメ、ちゃんと話して。これ、背取りバレず、バレない、バレない。何曲目がいい？じゃあ何曲目のめいちゃんに注目。特に、特に全部何曲やるんですか。内緒だよそれは。永遠に喋ってたいのは分かるし、メイもみんなとずっと喋ってたいんだけど、チキ1枚につき1分っていうルールがあるからさ。そう、ね、60枚取ってくれたら物販時間ずっと喋る。ね、確かにそりゃそう。っていう計算。それも教えてくれないんですか。でも明日20分枠、明日は
だから20分だと思う、うん、っていう話ですよ。20分だよっていう、20分だよっていう話。みんなで頑張って20分だいたいね、予想つくと思うよ曲数は。たまにイレギュラーがあるけどね、たまに本当に詰め込む時あるからね。ね、やばいすごい時がある。いやだからそれこそあのこの間の渋谷の HMV のリリーベアあるやん、うん、あの時なぜか6曲連続だったの。へえ。 MC が5分あったあるよねたまにね。たまにある。なんか今までは3曲3曲で MC 間に2分2分みたいな、うん、間に2分 MC 入って3曲連続してエンディング MC で終わりみたいな釣ってる人だったのに、6曲全部繋がってるってなって死ぬかと思ったびっくりした。びっちゃびちゃだったもん本当に。なかなかないよ。いやもともと汗かきやけど、キヨクの曲のつなぎやすさ半端ないよね。キヨクつなぎやすさ、つなぎの中でメイの好きなつなぎはヤマトからコーデ。あーわかる。ヤマトからコーデはなんか初めてのつなぎって感じがすごいするんだけど、あの曲の雰囲気が変わる感じもすごい好き。ヤマトこの花より断然ヤマトコーデメイの中で好きなのは、うん、なんだろう、あとなんだろうな、私大江戸願いも好きなんだよね。メイでもねあれも好きだったよ、大江戸パレードザンスとか。ああ、うん、あの大江戸パレードはかっこいいんだよな。ヤマトコーデいいよね。全曲ナナパラはね楽しかった。え、あれ楽しかった。楽しかった。ファンの人がどんどん顔がしいんだけど、七色パラソル、七色パラソル、七色パラソル、 MC 挟んで七色パラソル、十人と色七色パラソルだったとりあえず一応表題曲はやっとこうみたいなねちょっと あ今これ来るんだ楽しかった、あれ曲振り、うん、もう永遠に習えるバンドだったの。いやなんか曲振りの時点でメイがセンターだったから、うん、なぜか無駄にこの花咲くや姫のセンコンつけて、いつもさこの花の時に君と僕だけの世界が広がりますようにっていうの、うん、でファンの人があ後半戦は違うんだみたいな感じの雰囲気でみんなクルスクルスって君と僕だけの花咲くやますように聞いてください、七色パラソルみたいな、すごい面白かった、面白かった、面白かった。大江戸願いとかやられると死んじゃうって。大江戸願いもねかっこいいよね。チャララララッタンチャラララララチャチャラチャチャラチャチャラッタンみたいな。でもねいつやったっけな、なんかからのパラレル様もすごい好きだった。でもこの花からパラレルも好きだよね。じゃじゃじゃんジュイーンじゃ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 、なんか夏来る感じがすごい好き。好き、普通に好き。夏が来るぞって感じがすごい好き。パラレル様センターいるから、ね、今日。センター様。いつか一回やってみたいパラレルのセンター。めちゃやったことないんだけど。ない。この花だっても、だってこの花センターしてるもん。私とふみちゃん。ピンとふみとコマと。あゆみ、ジェリちゃんとかも、ジェリアもやってるね。結構いるね。そう考えるといいね。それだけでも、うん、やってみたい。一回ゆみとかさやってもらいたいなと思って、楽しそう。ええ、私やっても早く今度やってみたい。めいはパラ様のセンターはやってみたい。楽しそう。いつか入れたらいいじゃん。自分では入れられないよ。それはそうね。私今日やりたいんだよって入れてたらね、係が成立しないから。私どうしよう、役職がね。キャンドルの時の15分の4曲つなぎは鬼だった。何だったっけ、何だっけ、曲忘れちゃった。ザンスとか入って、ザンス、大江戸、リンちゃんとマイクの受け渡ししたのめっちゃ覚えてる。覚えてない私。メイが大江戸パレード1番で終わるから、1番はメイ歌わないから、どっかのタイミングでリンちゃんに渡して、どっかのタイミングで受け渡すみたいな
マイクの受け渡しをしてた気がする。キャンドル6本じゃんだってマイク、うんうんうん、っていうのがあって、ナナパラ聞けてないって言ってた方がいたそんなことないよ、それのせいじゃないよ。パラ様はねもっとやりたい、正直好き、好き、わかる、めっちゃ好きだよね、パラ様好きだよ、私も、私でも元々は好きだったし、スタートも好き、あスタート好き、また缶が開いた音がしたバレてるバレてる、あセンスダンス大江戸バラ、うん、あれだよ、でセンスがないでダッシュするやつ、あの一歩目からだから、センスがないだったじゃん、うん、結局1曲目で流れるから、でもブレイズで流れたバンザイジャパンを一生忘れない。あずーっと動画撮っといてる。もうそれ。全部の、初戦から全部の動画、キックアップの動画だけ全部撮った。本当、消したわ。嘘。スタートとパラ様は振り込み楽曲だと思って。パラ様はみんなでやってほしい。あの回るやつとか。おーおー、ね、あれはめっちゃ、本当やってほしい。人も一緒に回ってほしい。わかるわかる。わ、うん、かる、めっちゃ。でも金魚とかもセンターやってみたいけどね。あやあ金魚はやりたくないなあんまり。金魚わかんない、やったことあるから、なんかなんだろう、何やりたいのか、センターって言われるセンターやりたいのは、いい、何やりたかった、そう思うと意外とやってんだよな、いろんな場所、いろんな場所、だから今やりた一番やりたいって言われるとパラレルサマーのセンターやりてる、もう入れないよやってほしい、曲が好き、私だってこの花咲く姫のセンターやらせてもらってるし、でもこの花のセンターが一番好きだよ自分は、それはそうだけどね、私もこの花誰にも負けないって思ってやってる、それはそう、曲の表現力は、私もパラレルサマーは一番自分が似合ってるって思ってやってる大事大事、やっぱ一番好きなのはうん、自分の感じ、自分が終わったものって違うね、自分が初めて終わった時だもんね、うん、衝撃走ったもんね、マリアとシェタが入った時、いやそう、びっくりした、えみゃん、そう入ったって、2人で入ったってなった、めっちゃびっくりしたの覚えてる、絶対入んないと思ってたもんね、うん、ワンマンで全員センター企画をやってほしい、見たい、全員センターに立つっていうのいいね、でも全員センターでセンター選べってやったら、うん、私は温度がいい、私は絶対パラレル様選ぶもん、目はこの花選ぶわ、うん、そしたら温度は誰にも負けない、あ確かに、ね、気持ちだけ、でも結構私はヤマトも大事にしてるよ、それはね、うん、確かにね、あの曲がなかったら結構パフォーマンスで見てもらえることはなかったから、うん、何だろう、入れたい場所だろ、金魚ね、それずっと言ってるよ本当に、やらないもん終わったね本当に絶対福岡入れよう、え、やだやだやだ、もう多い、今から痩せて、え、本当に5キロぐらい痩せないと思う、あげる、メイがあげてあげる、いけるいける、マリアいるし、1曲で喉が潰れるのは藤崎しおりだけ、でも金魚は好き、ただ曲が好き、シダセンターのスタートすごい良かったの、まだ覚えてる、だって一回しかやってないの、あの生誕でしょ、うん、いや俺楽しかったあれは一番私が できて嬉しかった場所、うん、あとねザンスのジェリアポジをやれば完璧、いや本当にジェリちゃんのポジは基本的に全体的にやりたいと思う、絶対入ることないから、だから金魚とかは本当にちょっと楽しいあーなるほどね、そっか、確かにイメージない、絶対ないから、かまあ、でも前もザンスジュリポジだけでもう入ってないの、あと全部できるもん、でも前も金魚で入ったことあるの、ジュリアのポジ、あー確かにそうだったね、風神の時と松戸競輪でジュリアをセンターにしたからそこ入る人ってなった時に自分を入れてさやちゃんを自分のとこに入れたから、うんうん、それぐらいかな、他にジュリアのポジションやるのメディアが他のポジションやることあんまないから、ね、いや、やりたいよ、いろいろと、センスがないが一番いろいろ点々としてるかも、ああ、そうね、確かにね、前三つをやってる、うん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 、センスがないの、フミの位置と島田の位置と自分の位置をよくやってる、あれでもね、ひまわりちゃんの位置は見たことない、ないないない、ひまわりちゃんもあるし、レナのところもあるし、めちゃんもあるし、なんかそういう意味では、ザンスはフミの位置と自分の位置しかできるんですよ、
たまにそうふみちゃんの家あるもんね。ふみが舞台でいなかったんだよ。そうそうそう、本当だよね。マジで困った本当にふみささしおりあゆみいないのマジで困ったからもう絶対に4人で一緒に行かないでほしい。だからなんかあの困る。シンポジできる子めっちゃ増えたよね。増えた増えた。シダの金魚のメイちゃんポジ意外と好きだって。あそこ振り違うから教えてあげるね、また。どこどこどこ、最初のここ、ここが違うから、ここ違うから教えてあげるね。知られざる真実。福岡山口ってさつかだけど、一般人のシダちゃんと撮ってツイートしていいんだろうか悩む。だって一般人いるよってやばくない？一般人いる、一般人ってやばい。一般ピーポー、一般パーピーポー。でも今日のりんちゃん推しの人がすごい楽しそうでよかった。幸せそうだった。あとなんかなかなか見ない人もいたしね。しりとりしてる時のヒントの教え方深夜テンションだから小文字しりとりのヒントの教え方。めいちゃん後で見せてあげる。いっぱい動画あるんですよ、いろいろと。何の動画なんでみんな持ってるの？本当だよね、一緒にいる率が高い。りんちゃんは本当にね、いろんな思い出あるよ。からしびた鍋食べて本当に泣いてた血だとかめちゃくちゃ覚えてる。めっちゃ辛かったもん、本当に。アイドル祭りの時に一番辛いかと思った私マジで今日仕事しながらツイッター見てて行きたすぎて頭抱えてた。だって今日瀬戸りめっちゃ良かったよね。うん、良かった。大江戸、大江戸住人と江戸、MC ジャズバー、やりたかった。もう一曲ねえ、ね、私がちゃんと考えた、実はあの曲やった考えたのにめちゃくちゃ見たかったのに、めちゃくちゃフォーメーション考えたの。私もシンポジ頑張って覚えたのに。いやもう、そう、もう一曲がシンポジだったの。私もそう、シンポジだったのに、ね。からしび鍋は私はいいです。私 MC なんで。シンプジって言うとみんながもう珍しいになってきたの。めっちゃ面白い。でもりんちゃんコールが大きくてすごい良かった。びっくりした。 SE からうーっと思って。10人といろあるとジロジロ見られるから嫌なんですが。だって10人といろあると見られるから嫌だって。え、本当に？あれじゃない、でもコールとかがすごいからじゃない。あー、結構いつも私はでも基本後ろの方を見る。いつもあ、ライブ中、うん、ライブ中全部見てる。まず基本全部具体的に見るけど、基本奥の方見るっていうふうに決めてる。すごいね、もう 2時半だよ。なんか自分があんまり可愛くないから可愛くなりたい。可愛い、自信ないんだよ。だから自分の顔が好きくない。どうやって可愛くなれるんだろうってずっと思ってる。だからマイカちゃんとか見れたのも顔が天才って思うし。でも顔が一番好きなのはジュリアなんだよね。いや、まあ、女の子の女優さんで好き、女優さんっていうかモデルさん好きなのが山本美月ちゃんだ。ああ、確かにタイプ似てる。あの子の顔がすごい好き。あの人、うん、本当に好きなんですけど、LINE も撮ってるし大好きマジで LINE 撮ってる。あゆちゃんも、いや本当好きなんだけど、そういう意味でマジでジュリアの顔に生まれ変わりたい。あゆちゃんね、ジュリちゃんの顔に、ジュリちゃんになりたいとは思う。思ういいなって。ジュリアは幸せになってほしい、うん、幸せに生きてほしい本当に関わることがなくなっても多分思う、たまにジュリア元気かなって多分思うと思う。ね、今後ねどうなるかね、分かんない、自分でも分かんないよ。リンちゃんと連絡取るのかな、ま、本当に結婚するときだけはお願いね。結婚したい、みんな言ってね、ちゃんと結婚するとき。私がそのとき LINE 登録してるか分かんないけどとか言っとくやん。一番連絡送んねん絶対この人だからこれだけは絶対に分かるの。誰が一番連絡取らないってやめたらこれなんですよ、今いるメンバーの中で多分誰もが多分言うと思うね、サイラは多分リーダーだからちゃんと連絡すると思ってるけど、本当にリーダーだからやってるから、プライベートになった瞬間マジで連絡しないからねLINE が来ない。やばいよ、年明けても LINE 来ないんだからやめて、え、来ない来ない、友達いないもん。でもさ、基本今度、今度からなんかそういえば気づいたら、ああ、明け嫁みたいな、明け嫁じゃんみたいな、久しぶりに来たなぐらいの友達しかいない。誕生日も来ないよ。
みんなみんながすごい。気なくない？わかる。私今年来た記憶ない。3人から来たな。違う、ズボラじゃないの。違う、友達がいないの。どっちもどっち。人の友達誕生日覚えられないから。メイも友達の誕生日に LINE しないし。わかる。友達の誕生日に LINE しない。生まれた日やんっていう。おめでとうとは思うけどさ、自己申告したし、私今日誕生日ってみんなにも言ってるやん。誕生日は自己申告制だよって。うん、そう言ってくれないと。もっと悲しいやん。悲しいんだってだから言ってるやん。友達がいないんだってずっと言ってるよ。めこれ友達がいないって。本当に結婚するとき万歳メンバーしようとしてね。何披露したらいい？コーディネートというフューチャーかな、やっぱり。あー、え、結婚するとき何だろう。え、もうスタート、スタートだな。スタートがいい。スタートやろ。泣いちゃう、それは泣いちゃう。呼んでね。いくらでも歌うよ。相手見つけいくらでも歌うよ。結婚できる気しない。私が一番できる気しないが大丈夫、安心して。そういう人ってでもさらっと結婚するね。と思うやん。安原の過去知ってますやん。なんで。確かに何もないよ。何もわかんないよ。でもさ、人としてどうなんだろうと思うよ。人を好きになる感情欠けてるから。これはなんかね、男性も女性もだけど、人間を好きになるっていう感情が欠けてたから。ようやくですよ、バンダイジャパンに出会えて愛ということを知った。人を好きになるということを知りました。招待してくれたらスタート踊ります。だって、待ってる。みんな待ってるよ。りんちゃんが、りんちゃん、めいちゃんの友達になってって言われてる。なんだろう、でもそれはちょっと友達にはなれないな。メンバーはメンバーだもんね。そうそうそう、友達とまた別かなって。そうだよ、やめても私はシダのリーダーなんだよ。今度から本名で呼んでやろう。いやちゃんって、知らない人いるから。シダリンが本名って思ってる子いるから。いないよ。いるよ。絶対ないよ。いるよ。いないよ。下りは下りだよ。私でもプライベートのりんちゃんって言われるか。まあ、普通に本、自分でショールームで本名バラすよね。ポーンって。それは。で、サーラは本名だよ。半分。まあ、そうだよ。うん。半分本名。半分。聞いて、ほんと。タイから帰国するときにさ。あの入国審査カードあるじゃん、うん、名前間違えたから。マジこっちで書いたから。間違えてあーってやった。私間違えたことないな別に。そう、仕事する。え、でもそれはあれだからだよ、違うから。違うから、完全に違うとね。ただただ文字が違うだけだから。そうね、響きが一緒だからさ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃって、この間もやらかして、うん、でもそれは別に大した書類でもないからもういいやと思ってそのまま出したけど。そのまま出した。そのまま出した。お客様控えみたいなやつだったから別にいいやと。昔の話とかしてるとさ、飲めと、うん、いいよ。強いよね。 9% 強い。あのさ、なんだっけ、あの昔の話、中学校時代の時とか言うと、何々さんっていう時に自分のイメージパロンって言っちゃって、あ、ポロンって分かる。でも結局ね、そう、入国審査でやった。あの、ね、自分の経名をあれで打つと、あのネットで打つと、その後に本名めっちゃついてくる。多分バレてるから、もう妹がバレたし、ね、でも名も出てくるよ、名前。本当に？あ、それそうだよね、出る。私は出てこない。あ、ウィキペディアあるから。私もうどこかにセットで作ってもらって、ムイちゃんだよ。ムイさんが本名じゃないって。ムイさん、あー、ん、ヤスハラはね、なんか私も芸名にしたらよかったって今思う。眠いね、寝たら歯磨きして。メイも芸名にすればよかったって思った。メイちゃんでもヤスハラメイって可愛いじゃん。自分の名前は好きなのかな。でもね、結婚したくないんだけどさ、女の子って名字変わるからさ、名前なんでもいいって言うやん。
大体昔の今はさ逆に婿に入るっていうのもさ主流になってきたりとか、うん、夫婦別姓とかもさ主流になってきたからあんまりそうはないし女の子でも画数を考えるんだろうけど、うん、うちらの時って大体女の子が嫁に行くっていう考えが強いから、うん、画数とかはあんまり考えんやん、本当にそれの典型的なパターンだったの。そうなんだ。そうだから私ね名前画数最悪なんですよ。そうなんだ、うん、この子名前の画数ダメダメって言われた子なんですけど、あの結局占いにお母さんが言ったらお姉ちゃんはたまたま良かったの、で弟も考えてるから良かったの、真ん中の子だけがダメだった。でも真ん中でお姉ちゃんと前大して変わんないよね、そんなに年数も。うちのお母さんめちゃくちゃ画数考えたって言ってたけど、いや全然だってあなた今何歳よ。21でしょ。3年違えばもう3年ってだいぶ近くないよ。1年の目まぐるしさはすげえぞ。あ確かにな。そう、あそう芸名にすればよかった、城ヶ崎キララ城ヶ崎キララ。そう城ヶ崎キララにすればよかった。本当にやめたいのがいい、やめたいのがいい、ずっと言ってるよねこれ。城ヶ崎キララは本当にめいちゃんの顔に合わない。漢字一文字にしたらよかったなって思う。城ヶ崎キララってすっごいさ釣り目でさめっちゃ厳しそうな顔しついちゃうから。そうあでもめいね、リアルなこと言うと漢字一文字の名前がよかった、うん、あーそれはいいかも、にすればよかったなって思った。ひとみちゃんとかだった、確かにそんな感じ。ひとみちゃんとか楓とか、りょうちゃんとか、いい、めっちゃ合ってると思う。トトロのめいちゃん、うん、すごい優しくて合ってると思うよ。漢字で書くとめいっていうのはひらがななんだけど、うん、これを漢字にすると本名になります。あんまりダメだからサランラップしとべって閉めとけいいじゃん。サランラップペンって閉めとけ。飲みーや、うん、飲みーな、結構、結構きついよ。サランラップペン入れといてあげるから飲めな。いや、でもあれだよ、その多分もう飲まない。何じゃ捨てちゃう？捨てていい。自分で捨てるポジション。いい片付けとくからね、ほら。本名です。私本名知ってるよ。みんなの本名知ってるよ。みんな大体オープンです。いやでもメイは芸名にしたかった。漢字一文字の名前にしたかった。え、くーちゃんの名前はマジでいいなって思う。里中くーって可愛いよね。かわいい、なんか丸い感じ。え、なんか全てが1年生で習う感じ的な感じがすごい好き。確かにそれはそういいよね、覚えやすい。しかもあの子が里中くーじゃん、もうもうなんかね、わかる。イメージでね、くーちゃんで OK だもんね。くーがいい、私でも本当に中学生の子はそう、漢字一文字でも複数文字ある名前がすごいいいんですよ。空とかいう名前にしたかった、うん、青とか。あ、まあ青ちゃんはいい、青いとかにしたかった。女の子でもとか楓とか、とかうんうんうん、桜とかが良かった名前。なんかあ、なんかそういう日本っぽい名前っていうか、うん、漢字一文字でドン、うん、っていう空とか、あの青いって書いて空とか、うん、そう雫とかそういう名前にしたかった本当は。ひらがなの方が正直名字とかいらなかったもん。あ、あ雪、あ幸せって書いてみゆきとかね。あでも普通にゆきちゃんとかでもよかった、うん、なんかようって書いてはるちゃんとか言うじゃん、ね、りんちゃん自分のところにね、あのひって書いてはるちゃんとか言ったりとか、あの彩るって書いてあやちゃんとか、そう、 そういう名前になりたかったにしたらよかったなって思ったけど、私が響きだけ本名にした理由があって、それは絶対にバレるから。私絶対言うと思ったの、メイはって言っちゃうから、うん、メイってなるじゃん、うん、なるなる。だからもう名前を、でも画数が悪いってことだけお母さんに聞いてたから。でも自分の名前は好きだったし、お母さんからもらった名前だから、だからメイって名前にを残した。え、すごいね、あのあっさり決まったよ LINE で。名前どうしますって言われて、じゃあメイですみたいな、名前だけひらがなにしてもらってお願いしますみたいな感じだった。はーいみたいな。私は訂正されたから名前。あ、そうなんだ。そう、私もともとマリアはもう自分の名前好きだから、うん、マリア、ナバナ、マリア、なんていうかマリアでは決まってて、うん、名字何にしようっつって、千葉県の県下菜の花だから、うん、じゃあ菜の花マリアっつったら、菜の花マリアはあまりにもコスプレイヤーっぽいのでナバナにしましょうって森田さんから決められた。私これでいいです、自分で言った。でもだから私だけ訂正されてる、足軽ジャパンの中でも。
自分の名前好きじゃないから変えたい。だからね、自分の子供の名前は多分すごい考えると思う。絶対に漢字一文字がいいんだよね。うーん、男の子欲しい。でも優しい手字入れたいとか思っちゃう。スイくんとかにしたり、緑って書いてスイとか。確かにそれはいいかもしれない。スイくんとか、あと、うん、男の子でも女の子でも使える名前がいいの。ああ確かに、ね、そう、どっちも使える感じにしたいとかはある。あ、こういう妄想って女の子しがちなんですよ。輪寝ました。はいはい、すごいよ。3秒、お休み3秒なんで。松とか杉とかだけど、それ松竹梅やん。そう、1文字で呼び捨てにしたい時に気持ちいい名前とかがいい。スイくんかっこいい。スイちゃんでも、そう、スイちゃんとか。なんか他だとリョウとか、リョウちゃんとも言うし、リョウくんとも言うじゃん。そういうのが良かったかな、基本的に。しのぶはちょっと古い。イサムって名前、あ、かっこいいね。なんかユキとかの感じにしとくとさ、ユキちゃんがセツくんでいけるじゃん。あ、いけるね。なんかそんなのもいいよなって思って。双子欲しいもん。わかる、それはめっちゃわかる。男の子と女の子一人ずつがいいなって思っちゃう。そういうこと言うとさ、普通に春とかでさ、春ちゃんとかもできるし、秋くんともできるじゃん。季節にしたいなと思う。ユキくんとか絶対かわいいもん。第一子、何、どっちの性別がいいかとかめっちゃ考える。女の子、女の子だけど、子供のことを考えると男の子。男の子なんだよね。そう、お兄ちゃんが絶対にいいと思う。そう、お兄ちゃんが欲しい。自分の兄ちゃん欲しかった。涙って書いてルイって名前をつけた。かわいい。三千二目でルイって名前。すごいかわいいね。めちゃくちゃかわいいじゃん。ごめんね、社の恥入っててマジごめんね。全然いいよ。当たり前ね。いい加減にいつ終わるんだろうと思ってる人がいっぱいいそう。私もそう思う。確かに何時から始めたっけ。23時50分ぐらい。やば、日付超えて。懐かしいね、こういう感じ。私ずっとこういう感じ配信してたから、朝の4時ぐらいまで配信することもあったから懐かしいね。明日神田明神ホールみんな来て、19時50分からだよ。見て、打ち間違えてね、明日のライブ来てふふひって書いてある。明日早いのに寝れないの、やばい。そういう時あるよね、わかる。最近ゾックさんの曲をよく聴いてる。だんだん忘れてた、おしゃれ苦しいってやつ。そう、てつや。いや、もともと私カティちゃん好きなんですよ。カティちゃんみたいになりたくてずっと見てたんだけど、まさかてつやが出てくると思わなかった。親知らず抜いたところが痛くて寝れんから配信がありがたい。お、親知らず絶対薬飲んだ方がいいよ、寝れないから。この間抜いたけど、リマと老夫婦配信もこんな感じだった。確かに一人よく知ってるメンバーがいる。本当？生ハムと焼きうどん好きだったから。ゾックス、あ、そういうことか。そういうことだ、そういうことか、そういうことだ。ゾックさん好きだよ。東海オンエア好きだからさ、東海と水溜りボンドが好きだから。ゾック見たいんだけど、なかなか機会がない。そう、いつか写真を撮ってもらいたい、カティ様っていう感じ。そうです、そう、そんな彼氏も彼女いねよっていう。東海の前の動画ぼっちだから友達いなくて見れてない。あ、一緒一緒、4人もいないよ友達って思って、ちょっとメンバー召喚しなきゃいけない。ほんと無理、ああいう動画やめてほしい。ぼっちにはつらい、しんどい。可愛いんですが、ありがとう。アットジャムの鳥だったから直までいられなかった。そう、そうなんだよね、絶対ゾック行きたいんだよね。だんだん忘れてた、確かに嬉しい。プリットチャンネルっていうのを最近見てる。あ、メンバーも誰か見てるな、それ。もうね、東海と水たまりで追えなくなっちゃったんだよね。だからずっとそういうバッグ見てる。東海があれだから、おやじにおやじみ、無限大おやじみ、また来てね。
神田明神ホールでお待ちしておるよ。夕闇座はね、たまに見る。夕闇はたまに見る、本当にたまにだけど。アバンティーズも見てるかな、たまにだけど。本当たまに、なんかおすすめとかに出てきたで見る感じ。チャンネル登録してるのは本当に東海と水溜りだけ。ゆうやみとアバは僕と同い年なんですよ。本当にさ、すごいよね。同い年ぐらいでさ、あんなに稼がれたら本当たまったもんじゃない。 YouTuber ドリームとはそういうことだと思った。 YouTuber になろうじゃん、みんなで。簡単に言うけどね、すごい苦労されてるんだよね。そういうことですよ。あ、そんな感じかな、基本的には。最近はやばい、明日の神田明神ホールの楽しみでですね。楽しみだ。そろそろ終わろう。いい加減終わらないとね、マジでこれ朝6時までやってる。たまにあるモードのやつ。プリットは大食い系多いからおすすめです。それは見る。気まぐれクックさんとかよく見てるから、食べる系とか料理系すごい好きだし、大食いも好きだから見る。見ます。今日も YouTube 見てから寝るよ。ということで、じゃあそろそろ終わりたいと思います。神田明神ホール明日19時50分からバンドジャパン出演しますので、ご予約お待ちしております。めいちゃん予約待ってるよ。ということで、以上、バンドジャパン石川県の伝道師リーダーの安原美衣でした。また明日お会いしましょう。バイバイ。めちゃくちゃ可愛かった。おやすみ。ありがとう。そう、もうちょっとで起きてくるよ、きっと。おやすみ。みんなおやすみ。おやすみ。おつめいちゃん、ありがとう。みんなで動画見てから寝ようかな。おやすみ。配信ありがとう。明日会えるの楽しみにしてるよ。お疲れ。ありがとう。おやすみ。おつめいちゃん、ありがとう、西。おやすみ。バイバイ。